です。今知床、にあります知床五湖に来ています、これから、中を歩いてみたいと思います。よろしくお願いします。国立公園にあります知床五湖行ってみたいと思います。時期は1湖の先の湖畔展望台までおよそ40分歩いていくことになります。この先の、道は、7月はツアーが出ないと行くことができません。普段の時は250円でぐるっと回ることができますが、この時期は木道の中しか入ることができません。というのは、今、熊の活動期だからです。いかが行ってみたいと思います。通通のツアーだとこの木道で終わるということなんですがね、今ヒグマがのシーズンということなんですけどね、今これが、船とともに、知床の、観光の目玉になってます。こちらの木道は駐車場料金500円で、手軽に行くことができます。今日は7月の3連休ということで、結構たくさんの人がこちらウトロ先の知床まで来てます。わあ、なんかここだけやたらとたまんでるね。なんで、まあ、間もなくね、大塚見えるところに行くと思いますね。いかに多いかということで、上がっていきたいと思います。ね、電気が入っていて、クマが来た時にビリビリするようになってます、下ね。うわ、びっくりです。ここにある線がね、クマよけの、電線になってます。なるほど。ね、だからこの下には絶対降りないでくださいって言われました。木道の底から出ないでくださいってこう言われました。あ、下には湖もあります。ちっちゃいね。1つ目の、展望台行ってみたいと思います。うわ、雄大な知床の山も見ることができます。今日は残念ながら上の方がね、曇ってしまったんですけれども、あちらの方にも水見えてます。すごい、あれが1個かな、あそこまで行くことができます。いくつか展望台があるうちの最初の展望台の一つになってます。この木の向こうの方に、熊の生息地が広がってます。いや、今日も、船に乗りましたが、船の、海岸沿いまで、ヒグマが見ることができました。この時期ね、たくさんヒグマがいるということで、年には年を入れてね、ツアーで中入れないということなんですけれども、びっくりです。日本でもこういうところがあるんですね。木道はすごく綺麗で歩きやすいです。普通の靴で手軽に行くことができます。気候もちょうど良くて雨も降らずに、今日はすごく、暑くもなく寒くもなくちょうどいい気候で歩くことができ、すごく、来てよかったなと思います。ここまで来るのにはウトロからおよそ車で20分ぐらいです。この先には、
一つ滝があるんですけれど、そこまでさらに40分ぐらいかかります。この先その40分の道はダートの道で結構大変です。行くのがここまで来るのは道が緩やかで、ここというのはこの5個まで来るのは道が結構整備されてて簡単に来ることができますので、ぜひここまで来るんでしたらおすすめです。なおツアーなどはここまで、この知床ここまで来るツアーはたくさんあります。そんな変わんねえだろうけど、知床のね船がこの下に走ってるんですけど、船は船からこの、5個を見ることはできませんが、5個の展望台から、オホーツク海を見ることはできます。手軽に見ることができる、5個、やっぱりね人気の一つというふうなことを、観光局に言われまして、ぜひね、知床行くときは絶対ここ来た方がいいよって僕は言われました。私もそう思います。整備されている木道を、ね、歩くとね、なんか安心感と、それから知床来たんだなという充実感があふれる、観光地の一つでもあります。まずこの辺まで来ました。餌やりが熊を殺すっていう話が入ってありますね。オホーツク海がずっと広がっている展望台の先の方まで行きたいと思います。今日はね手軽に本当に行くことができてよかったと思いますし、あとね、湖畔展望台まで320メーターです。ずっと行ってみたいと思います。一個見えてまいりました。水がすっごく澄んでます。この、草原もねエゾシカと関係あるということだってことはよくわかりました。エゾシカが、食べるも植物はどんどんなくなっていき、エゾシカが食べない植物がどんどん増えていくという食生活を、なったということで、これはびっくりです。これと同じようにあるのは那須高原もこんな感じでした。当時ね、酪農がね盛んで、たくさんの、牛とかを飼っていて、その牛が食べるものは、亡くなって、その中の亡くなってしまって牛が食べないものだけ増えていったというような経緯をこの間見ました。それと同じような経緯がここにもあったんですね。やっぱり増えて増えすぎると、よくないということなんでしょう。今の時期、この時期の7月に関しては、自由にあの森の方に入ることはできません。8月からは250円払えば、あの先の木まで入ることができます。今ねだけ、ガイドでしか入ることができないということなんで、もしこちらにいらっしゃる時には8月以降に来ることを勧めます。そうしますとね、もうちょっと早い時間であれば、わずかなお金であの森の奥の、古道を歩くことができます。チコが本当に近くまで見える展望台まであともう少しです。
し晴れていれば山も一望でき、湖を見れ、なおかつオホーツクが見える、すごい雄大な景色が広がっている知床五湖です。ここからね、この時期は入れないようになっています。一方通行で入るようになってて、こちらは出口だけとなっています。向こうが、先の方の木道になってまして、現在は、自由に出入りすることはできなくなってます。睡蓮が、人間が後から入れたと思うと感慨深いものがあります。自然に当たったものじゃなくて、後から人間が入れてできた睡蓮のある湖ということなんです。昔ここまでね、人が住んでいたというのはすごいなと思いますけれども、この景色がものすごく知床では有名な景色の一つになっています。山があり、湖があり、そして海がある景色です。熊が目の前にいます。さすがに熊の死島のシーズンです。あちらもね、熊もすごくこちらを警戒していて、近づくことはないですが、遠くに熊が食事しているのが見えます。あ、ヒグマがよく見えます。今近づいてきています、ヒグマが。ヒグマ多分ね、ここで音出すとね、逃げちゃうと思います。ヒグマ、近くにいます。さすがに、7月のヒグマの繁殖期だけありまして、ヒグマがここまで、見えるのは珍しいと思いますが、さすがです。ヒグマはどんどん近づいてきています。熊が、生息しました。熊を見るためにたくさんの人が写真撮影している状態です。さすがにアイドルになってます熊もみんな熊をね、見に来てる人もいるぐらいですからね、ここはね。はい、知床半島にあります知床五湖行ってまいりました。こちらの、知床五湖は知床行く場合には外せない観光地の一つとなってます。行き方はウトロから車で1時間ぐらいかかるところがあります。料金としては、こちら入るために車の駐車場料金がかかります。500円です。それ以外にかかるとすると、このね、私行ったのは7月の、熊の活動期なので、この遊歩道までは即に別に料金はかかりません。ただ、活動期の場合は、それ以降奥入りたい場合、
この、ガイドさんと一緒に入る必要があります。ガイドさんの場合は前もって予約が必要で、お値段が、短いコースで2500円、長いコースで5500円ぐらいかかります。なお、こちらの熊の活動期以外は250円で入ることができますから、詳しくはガイド協会に確認ください。一切行くとですね、この木道もすっごく整備されていて、片道40分という道があっという間でした。途中ですね、人間と熊の、触れ合いのこととか、それからこちらの自然のことがね、ここまで入植されてたっていうこととか、いろいろ書いてありまして、勉強になりましてよかったです。今回運が良く熊と出会いまして、間近と熊と触れ合うことができてよかったです。こんなところまで熊が来るんだなぁと思ってびっくりしました。たくさんの人がこちらへ来ていて、すごく、知床大、堪能できます。山も見れますし、海も見ることができます。ハリーが、知床にあります、知床午後からお届けいたしました。ハリーは、世界中の面白いところを回っています。一緒に地球を迷ってみませんか？チャンネル登録よろしくお願いいたします。ハリーでした。